さあ続きましてこちらのトリビアです。懐かしい。お。スピルバーグ監督の映画「ターミナル」で、うん、トム・ハンクスのセリフが「そりゃ納得いかんのう」と聞こえるシーンがある。これはいいな。いやいや待ってましたこういうの。これ見たい見たい。じゃあどういうふうに聞こえるのか見ていきましょう。こちらが確認の VTR です。映画「ターミナル」とはDVD の裏書きによると、トム・ハンクス演じるナボルスキーは祖国のクーデターにより国が消滅、帰国することもアメリカに入国することも禁止されてしまう。行き場を失ったトム・ハンクスは空港ターミナルでの生活を始め、そこで起こる出会いと別れを描いた作品とあるが、実際にトム・ハンクスのセリフが「そりゃ納得いかんのう」と聞こえるシーンをご覧ください。ターミナルで祖国のクーデターの事実を知ったナボルスキーは絶望的なショックを受けつつ、モニターに映るニュースに引き込まれ VIP ルームに入ってしまう、はい、そしてBonjour, monsieur. You are a red carpet club member. You need to see your boarding pass and the club card. I'm sorry. Страна ты моя, но ибо нова. もう一度ご覧ください。もう一度聞いてください。言ってたわ。Bonjour, monsieur. You are a red carpet club member. You need to see your boarding pass and the club card. I'm sorry. Страна ты моя, но ибо нова.念のため、もう一度ご覧ください。Bonjour, monsieur. You are a red carpet club member. You need to see your boarding pass and the club card. I'm sorry. Страна ты моя, но ибо нова. なるほど。納得いかない方はもう一度ご自身で納得いくまでお確かめください。言葉になってない言葉ってことなんですか、はい、その辺のじゃあ説明の方が始まりました。映画ターミナルは2004年に公開された、監督スティーブン・スピルバーグ、主演トム・ハンクスの豪華キャストで送る極上の感動ドラマです、はい、そしてその中でそりゃ納得いかんのうと聞こえるシーンについて申し上げますと、この映画はトム・ハンクス演じるビクター・ナボルスキーが JFK 国際空港に降り立った時に、祖国クラコージア、まあ、架空の国、そういう設定なんですけれども、うん、クラコージアがクーデターによって事実上消滅したことを知らされるところから始まります、うん、ターミナルで祖国のクーデターの事実を知ったビクターがニュースのモニターに引き込まれて、VIP ルームに入ってしまいます、うん、でその VIP ルームの警備員に VIP 会員でないのであれば外に出てくださいと言われ連れ出されるシーンで、警備員に対してそりゃ納得いかんのうと聞こえる言葉を発しているこのトム・ハンクスが、ありがとうございます、発している言葉はロシア語などで用いられるキリル文字から作り上げられたそうで、このセリフには字幕でも訳が出ておらず、どのような意味の言葉なのかは分かっていない。国も架空なら一応言葉も架空だと。そう、という、あの映画オリジナルの言葉。いや日本来た時に覚えたんじゃないですか。それは納得いかんのっていう言葉を、うん、でまさにこの状態だっていうことになって、うん、ひょっとしたらスピルバーグが言っちゃえよって言ったのかもしれない。もう一回見たい。もう最高ですね。もう一回見たい方はビデオを借りてください。スピルバーグ監督の映画ターミナルでトム・ハンクスのセリフがそりゃ納得いかんのと聞こえるシーンがある。92平